これって黒幕ってやつが書いたの？事故だったの。殺すつもりなんてなかった。このゲーム本当に水谷くんが仕組んだの？水谷は何かを隠してる。朝見るのが恋人である二神を殺した。そして告発された。そもそもなんで水木はルナをいじめ始めたの？そんなの知らない。水木は誰かにそそのかされたんじゃないかな。そんなの決まってんじゃん。私だよ。痛いのは生きているから。転んだのは進もうとしたから。どういうこと？水木の友達でこいつに嫌がらせ始めたのは私。悩むのは変わりたいから。逃げたいのは戦っているから。クラスメイトの向井有沙さん、わかりますね？はい。向井有沙さんについてはどうです？何か最近変わった様子はありませんでしたか？何でも構いません。彼女について何か知っていることは？向井はいい子ですよ。僕は嫌なことがあって学校に行くのやめてたんですけど、彼女は心配して何度も見に来てくれました。水谷君のことが好きだった。水谷君がルナに告白して、それがみんなに知れ渡って、それで嫉妬した有沙は仲の良かった水木にルナへの嫌がらせを頼んだ。二神先生のことはどうやって？そいつは水谷君の自分への気持ちを利用して最悪の場所に呼びつけた。私はよく彼の家に行ってた。心配だったし、それに彼の弾くピアノが好きだった。あの日、いつもはピアノ練習してる時間に急に家を出てった。学校とは全然関係ない方向だったから不思議だった。私は戸惑った。わけが分かんなかった。今まで彼があんたと会うことなんかなかったし、あそこがどこなのかも分かんなかったし。
でもその後で何もかも分かった。本当に知ってた。ひどいよね。彼の告白メッセージには無反応だったくせに、あれをみんなに見られて傷ついて学校にも来られなくなった彼を利用した。なんで通報しないわけ？どいつもこいつも。水谷くんのため。警察に行ったら水谷くんが手伝ったこともバレるから。そうだよ。だけどこいつは罰を受けるべきでしょ。人を殺して何の罪もない彼を巻き込んで、死刑じゃ足りないじゃん。ルナが許せないから。ただそれだけの理由で私たちみんなを巻き込んだってこと？これは私の趣味。前からゲームの存在は知ってた。それでたまたま運営側の人と知り合って、参加者になりそうなこの情報を提供するってことをやってたの。運営側って何？アリサが私たちを集めたってこと？そう、私がみんなを集めた。自分が何言ってるか分かってんの？プレイヤー全員を同じクラスから集めようって、私自身も参加するって言ったら面白がってくれた。運営はいつだってね、ゲームが盛り上がることを優先するの。それで終わらせる気はあんの？は？アリサが黒幕なんでしょ？ルナは正直に話した。ゲームを中断してくれる？そんなのできるわけないじゃん。私は参加者の情報を提供しただけだよ。今は参加者の一人、終わらせる終わらせないは運営側が決めるし、そもそも今まで中断したことなんかない。黒幕なら知ってるんじゃないの、誰が人狼か。知らないよ。そんなの面白くもないし、どっちにしろ運営側は絶対に教えてくれない。なら無駄だったの。黒幕探しなんか無意味。私は楽しいんだけどね、じわじわ追い詰めて最高のタイミングでこいつの罪をオープン。アリサ！ルナ！どうせ私連れられるの！だったらこいつを道連れにする。そんなことない。聞いて、今夜誰に投票するか私はまだ決めてない。もうみんなは決めてる。だから私言ったよね、絶対に生き残って報いを受けさせるって。黒幕とかこれを運営してる奴らに。それにルナにも罪を償ってほしい。ルナがちゃんと償ってればこんなことにはならなかったんだよ。絶対にゲームを終わらせられないなら、黒幕にもどうにもできないなら、やりきるしかない。仕方ありませんよ。とりあえず向井有沙の身辺を洗いましょう。ああいう普通の高校生同士に殺し合いをさせてる連中がいるんですよね。ええ、それもずっと以前から。絶対許さねえ。これで終わり。人狼側が勝つか村人側が勝つか、
どっちかが決まる。夜の襲撃の時間にはならない。なるかもしれないけど、その時にはもう人狼側の勝利が決まってる。夜に一人村人が殺されて、翌日には人狼、狂人、村人の三人が残るから、村人は結局全員殺される。なんでまだ狂人がいるって言い切れるの？彼は狂人。今さら言う流れ？パワープレイ。続きは間違ってる。宇田川は預言者じゃなかったの。本物の預言者はとっくに死んでる、多分。だけど続きは勘違いして、宇田川から黒出しされた私を味方の人狼だと思い込んだ。そして自分の正体を明かした。なぜなら僕は狂人だから。悪いけど私は村人。アリサが村人なのも分かってる。悔しいけど本当は彼女に投票してみんなで処刑にして終わりにしてやりたいけど。よかったんじゃない？私を警察に突き出したいんでしょ？運営が黙って見てるとは思えないけど、やってみなよ。一緒に生き残れるといいね。人狼はあと一人。今さら狂人を釣ってもしょうがないから、続きには投票しない。冗談だよね、そんな。僕が騙されてたなんてずっとバカな。人狼の可能性があるのはルナか千穂の2人。残りの3人はどっちかに投票する。続きもまだ人狼が分かってないから、本当にどっちが残るか分からない。なら言うよ、私が用心棒。違う。違わない。用心棒は私。初日からずっと勝彦を守ってた。一回は護衛にも成功したでしょ。なんで昨日は守らなかったの？それは最後の最後になって欲が出た。このゲームをよくやってるから、人狼の裏の裏を書いて預言者守ったらヒーローだなって。でも用心棒を責めてた。自分を責めてたの。自分が許せなかった。当たり前でしょ。ほんとどっちだよマジか。私が用心棒。ヒロミ、信じて。ふざけないで。私いろんなことヒロミに内緒にしてきた。ごめんね。嘘つかないで。私殺された日以外はずっと数一個守ってたもん。私が2日目であるヒロミのこと守った。こんなこと私のせいだなんて信じたくないし、まさに許されようとも思わない。でもヒロミに言った。村人側だっていうのに。ねえ、騙されないで。ヒロミの信じてた友達は人殺しなんて。嘘だ。あんた一個のこと殺しなんて。アリサ、ルナが用心棒。千穂が人狼。違う。地方だったんだね。東殺したのも二日目の夜、私の部屋に人狼が来た。ガチャって音がしたけど開かなかった。違う。用心棒が守ってくれた。ヒロミまで変なこと言わないで。アリサ、アリサ、信じて。人狼は騙
黙ってて。アリサ、ルナのこと憎くても殺したくても自分が死ぬよりマシでしょ。生きてる方がいい。自分が生きるために勝つ選択をして。やだ。これで終わり。時間、私が用心棒。3、2、1。おい、嘘だろ。許さない。あんただけ、あんただけ幸せになんかさせない。地獄の続き見せてあげる。Tch!
痛いのは生きているから。転んだのは進もうとしたから。悩むのは変わりたいから。これが後半戦。このゲームは2回勝たないと解放されない。逃げたいのは戦っているから。怖いのは絶望を知っているから。